こんばんは。今日はね、毎年あの旦那のお母さんから年末年始セットみたいで荷物が届くんだけど、結構前にも届いてたんだけど、留守だったので受け取れなくて、再配達をお願いしたらそれが届かなくて、あれってなってて、しょうがないから郵便局取りに行ったんだけど、今日なので開封していこうかなと思います。上はちょっと住所が見えちゃうから映さないけど、何が入ってるかな、まあ大体何入ってるかは聞いたんだけど、開けてきます。はい、上開けた。やっぱお母さんね、気遣いがこういうのをちゃんとしてくれるのが気遣いですね。やばか、ね、なんか旦那に来てた銀行のなんか手紙が入ってる。 OK。まずこれ、これはあられ、私が頼んだチョコレートがコーティングしてあるあられだ。なんかあんまり種類がなかったって言ってたけど、だからあんまり選べなかったんだけど、ごめんねって言ってたけど、全然問題ない。納豆、これはなんだ、文明堂って書いてある。わかんないな。中身開けないとわかんないけど、あとは、ゆずしおキャラメル。あ、これも、そう、頼んどいたあられですね。美味しいんだ、これ。で、もともとはお母さん、これをね、毎年送ってくれるの。越後の杵つき小金持ち。あの、おじさん、お母さんのおじさんが毎年に、あの、美味しいお餅だからって、こう、新潟の人だったのかなって送ってくれるって言ってて。で、やっぱいっぱいもらうから、あの、旦那の妹のところと、うちに分けてあげるって言って、それで毎回、送ってくれる。これがまずの目的。お、で、メガネケースです。よかったら使ってください。だって。もうこういうね、細かいプレゼントもくれます。あとは、あ、出た。旦那の大好きな、これ。ちょっと片手で。小餅昆布。なんか近くに、お家の近くになんかこの工場、クラコンの工場があるから、なんか安く買えるんだって。そうで、あとはのこれ、やずやの16雑穀米。こっちの雑穀米でもいいんだけど、やっぱりね、これと美味しくて食べ慣れてると、全然もうこれがいいのでって言ったら送ってくれる、ちょこちょこで。そう、一緒にこれも七色御膳っていうの、こっちはもう、こっちの方が、こっちは後でお母さんに紹介してもらったら、これが美味しくて、こっちの方がいろいろ入ってて、なんかおじゃことかも入ってるから美味しいんですよ。で、白いご飯炊くときに入れる。私玄米炊くこと多いんだけど、そう、白いご飯炊くときに、まあ、いろいろ栄養価とか考えて入れたいなと思ってるから入れて、もうなくなっちゃってね。でも、まあ、あのお願いしますって頼もうかなってずっと思ってたんだけど、まあ、悪いなと思いながら、頼まないでいたらこうやってついでに一緒に送ってくれます。で、いっぱいやっぱりこう、なんかふかふかしたとか、下もこれちゃんと引いてあった、さすがですね。っていうか、いいやつだ、これ。すごい硬い。まあ、こんな感じで、お餅だとか、欲しいものをちょっと送ってくれたので、楽しみたいと思います。ありがとうございます。さっきの文明堂を開けたら、バームクーヘンでした。美味しそう。旦那がバームクーヘン好きだからね。お母さんよく知ってる。もう、てかお母さんはもうほんと何でも、お見通しですね。で、これ私にくれたメガネケース。ガマ口の専門店のメガネケースですね。前にここのガマ口をもらってて、パスモとか入れてた
で今もあのいろいろ何なんかちょっと持ってく小銭だけ持ってくっていう時は使ったりとかしてる。ディズニー行く時とかに、うん、わーいいつもジーンズで買ったメガネなのでそのここについてたメガネケースに入れてるんだけど、うん、そうじゃなくてこっちに入れようっと。かわいいです。この前あのお友達のお家でクリスマス会をやったんだけど、その時少しだけ動画を撮ったので、それも一緒に載せちゃおうかなと思って、もう内容のないちょっとした動画ですが、ちょっと、はい、今日はクリスマスパーティーです。こうやってポトラックみんなで持ち寄って食事します。あーすごいわね。すごいですね。英語できる人は全然上見てください。日本語で歌いたい人は日本語でも歌えます。英語で歌えます。こんな感じで食事をみんなで持ち寄って食事して、あのデザートのコーナーもあったんだけど撮るの忘れててダメだね。で写真は撮ったんだけど、それからまたデザートもすごい増えてて、で食事もあれ以上になって増えてて、うん、もうなんかすごかった。でも全然ほとんど残ってなかったね。どのぐらい来てたのかな、私全然気にしてなかったんだけど、うん、こんな感じですね。で歌歌ったり、あとキャンドルサービスしたりして、でそのキャンドルサービスのキャンドルがなんかちゃんとキャンドルがあって、そこにこうなんか受けそのロー受けみたいな感じになって紙がついてるの、キャンドルの前にこういう風に、でそれにブスッとキャンドルが刺さってるんだけど、なんか私の取ったキャンドルが良くなくて全部手に垂れてきてもう暑いし手は真っ白だしって感じで、で下にほらカーペットだったから下に落としたら嫌だなと思ってたね。ずっとこうキャンドルをこうしながらいて、で静かになったりとかする場面であっちとか大きい声出しちゃって、で一人ずつなんかキャンドル持ってる写真を撮りに来てたんだけど、もう暑いしもう落ちるからすごい顔してこんななってたの、なでて、したらもうなんかあのお友達が、あいちゃん何で変な顔してんのよ、何カメラ向けてんのにと思ってたとか言ってて、暑いって言ってるしキャンドル落ちてるって言ってるのにと思って、まあいいやと思って、そんななんかすごい顔した写真を Facebook に載せられてたいいんですけど、別にそれが私のいつものことだからね。ね、今年はだからいっぱい人と集まってクリスマスするのはあのぐらいかなとも思うけど、うん、うちで去年はうちで会社の人とかと集まってやったんだけど、うん、今年はどうだろう、やらないかな、わかんない、旦那がどうするかによる。ほらなんかわざわざ休みを取ってやるっていうのが多分嫌だと思うので、まあこの日にうちちょっと食事するけど休みならおいでみたいな感じにできたらいいするかもみたいなこと言ってたんだけど、まあそうするなら早めに言ってくんないとさ、結局全部準備して料理してするの私だからね、え困っちゃうよね。メニュー考えたりとかもしなきゃいけないし、うん、なのでどうするんだろう、まあしなくてもいいかな。で、なおこ、24日に帰ってくるって言ってるんだけど、クリスマスディナーどうし、なんか食べたいものあるって聞いても、ない、なんか何もないから適当なこと言ってるし、なんか、ふざけて返してきたりとかするから、まあ、特に何もないんだろうなと思って。ただ、何キャドルサービス、あのすぐ近くの大きい大きい大きい教会みたいのがあって、それがもうどんな人でも来ていいですよみたいな感じでキャンドルサービスをやってるのね。それには行きたいなって言ってた。別にクリスチャンとかでなくてもよくて、なんか歌歌ったりとかなんかいろいろやって、うん、その歌も別になんかこうシーンとしてるわけでもなく、ものすごいバンドとかでもガシャンガシャンやるような感じなので、ちょっと
なんだろう、多分普通にイメージしてたらこう厳かなイメージがあると思うけど、もうそんなのイメージしてたら多分裏切られるっていうか、えこんななのみたいな、これみたいな感じぐらい激しいっていうか、うん、ちょっとびっくりすると思います、日本の人のイメージだと多分、うん、だからそれ面白いから行こうかなと思ってるぐらいで、なので適当になんか簡単でもないけどねやる方としては何にしようかなと思ってるけど、ちょっとオードブルとサラダとメインとみたいな感じで、うん、やろうかと思うけど、あんまり買い物とかも行きたくないから家にあるものでしたいけどないんだよな、うん、うんうんっていうことで、もうだって今日何日 ?18 日でしょ、だから19日あと5日か、ちょっと考えてちょろっとだけ買い物に行かないとね、うん、という感じですね、はい、なのでちょっとお母さんからいいものが届いたから、どんなのが届いたかなと思って撮ってみました。毎年お母さんから届くの、旦那のお母さんね、うん、うちはもう私は両親他界してるので、あの旦那の両親しかあの日本にはいないから、うん、だからお母さんすごい気にかけてくれて、いろいろやってくれるっていうか、もう本当に本当の親のようにしてくれるので、うん、でもなんかだからといってこうしつこくとかっていうのもなく、うん、あのものやっぱりさ、しょっちゅう物が送られてくると送料とかさ、いろいろと気になるし、やっぱり申し訳ないなって私が思うのも分かってるから、年末のこの時期だけとかにしてくれるわけですよ。だからお母さんもちょうどいいそのやり方とかでやってくれるので、すごくありがたい。私のこととかその考えてくれてるんだなって思う、うん、そうで去年はね、お父さんとお母さん2人で遊びに来てて一緒に旅行も行ったんだけど、お母さんがね、あの旦那のうちもに猫1匹、犬2匹でしょ、でも旦那の実家犬が3匹いて、あのあれ出てこない名前が、うわ最悪だ、とりあえず狩猟犬なんだけど、まあものすっごい活発なタイプで、ものすごいパワーのあるタイプの犬なので、ちょっと置いとけないのね。でこの去年来た時に預けたんだけど、もう大変だったみたいで預けたのも、だからなんかちょっと気になかかっちゃうからちょっと来れないとか言ってたけど、パスポートこの前あの新しく更新してるから、そのね、ある間はねちょこちょこ遊びに来たらいいのにと思ってたんだけど、やっぱちょっと気になっちゃうみたいでって言ってたから、うん、お母さん一人だったら私一人でも二人でなんかそこら中行けるし、あの結構面白いのは観光地とかって行くよりも、あのスーパーとかその地元のお店みたいなとかそういうのに行く方が面白いので、でお母さんもあの旦那の家はずっと駐在員だからアメリカ住んでたわけなので、そういうローカルな方のが面白いわけですよ。だからそういうことしてね、多分1週間ぐらい、もう1週間でも2週間でも過ごせると思うので、うん、来てくれればいいのになとも思ってるけどね。私も自分で思うけど、やっぱり置いていくの嫌だなって思うから、うん、同じなんだろうなと思う、うん、そうですね。だから24日旦那帰ってきて、お母さんから送られてきたものを一緒にこうおやつにしたりとかして、うん、楽しもうかなと思ってます。はい、まあそんなこんなで、あの中身よりも私のこのおしゃべりの方が長いという動画ですがまあいいよね。なんか
なんていうんだろう、アメリカブログマス、ブログマス、ビログマスね、ビログマスって言って、毎日こう、クリスマスまでビログ続けてたりとかする人もいて、私もやろうかなとも思ったんだけど、何せ内容がない毎日なので、できないなと思って、だから、今日だって本当は内容なんか実際ないじゃん、見てて思うと思うんですけど、だけどこういう風にちょこっとあった時に撮って、できる限りクリスマスのカウントダウンしたいなと思ってたので、はい、やってみました。ということです。はい。それでは、お付き合いいただいてありがとうございます。おやすみなさーい。